はい、こんにちは、並木道夫です。今日もね、前回に引き続き小安に来ています。前回は小安浜の街の様子を見たんですけれども、今日はね、運河の様子を見ていきたいと思います。浜通りから運河にかけては何本かの橋がかかっています。この橋のですね、もうすぐ上が高速道路になっています。こんな感じです。首都高速ですね、横羽線が走っています。漁船がね、いくつか見えるかと思います。ちょっとね、分かりにくいので、ちょっとそこだけ映しますね。このように何艘もの船が運河には係留されています。見たところほとんどが漁船のようにも見えるんですけれども、中には釣り船あるいは屋形船も混じっていますね。また岸辺の家屋を見ますと、ほとんど人が住んでいる気配はありません。漁船もよく見ると現役で操業しているものも見受けられるんですけれども、これどう見ても物置として使われているような船、そういった廃船ではないかというような船も、いくつか見受けられます。運河の岸辺を散策しますと、このようにもう半分沈んでしまっているような船、こういった船もね、結構見受けられますね。このような船はもはや漁業には使えないと思います。このまま放置されっぱなしということなのでしょうか。こちらはドックですね。船を修理するところですね。これよく見ますとね、海の中にレールが引かれていますね。画面でわかるでしょうか。海の中にレールが引かれています。このレールを伝って船が運ばれていくようです。それでは少し浜通りに沿って歩いていきましょう。この左側に見える建物の向こう側に運河が流れています。この建物に人が住んでいる気配はありません。かつてここは家屋だったのでしょうか、あるいはまた漁業のためのね、準備基地であったのでしょうか。こちらに穴子漁の準備基地と思われる建物がありました。このパイプは穴子漁で使う仕掛けですね。ここに餌を入れて穴子を仕掛けて取るわけです。この小安の港には穴子漁を行う漁船が15艘ほどあるそうです。羽田沖から本牧沖にかけてがその漁場となるということですね。水揚げされた穴子は神奈川の中央市場、あるいは生麦の魚河岸などに卸されるのでしょうか。あるいはこの近隣の料理屋さん、お寿司屋さんなどへも卸されているようです。しかしこの浜を見て一つ残念に思うことは、不法投棄物ですね。これが結構あるんですね。しかしこの港の雰囲気はちょっとしたカオスですね。混沌としています。船にしても現役の漁船、半分朽ちかけて沈みかけている船、またあるいは倉庫代わりに使われている船、いろんな船が混在しています。また浜辺に目をやると、そこには不法廃棄物ですね、そういったものが目につきます。これは炊飯器でしょうかね、それからパソコン、テレビ、そういったものがね、海に投げ捨てられています。運河の目の前は首都高速横羽線が走っています。首都高速に並行して運河は流れ、小安の漁業基地がここに昭和の香りを残しながら存在しています。小安の浜通りに立花という天ぷら屋さんを見つけました。ここは屋形船で天ぷらを食べさせてくれる有名なお店なんですけれども、残念ながら週3回しか営業してなくてですね、私が行った時には営業してませんでした。また営業曜日でも現在コロナの関係で営業してないかもしれません。あと今ね、目の前漁船が走ってますね。これは穴子漁に向かう漁船でしょうか。小安の町は昭和46年に漁業権を放棄したんですけれども、その後昭和50年代に穴子漁が復活したようです。こちらにあるのが屋形船ですね。ここで天ぷら料理を食べさせてくれるのでしょう。ピア4とありますね。4艘の屋形船が係留されています。先ほど見た立花の屋形船もこのうちの1艘なんでしょうね。この船でしょうか、浦島とあります。これらの屋形船は現在でも営業していると思います。今コロナでね、休んでいるのかもしれませんけれども、営業復活したらぜひ一度ね、ここに来て天ぷらを食べてみたいですね。それでは再び浜通りを歩いていきたいと思います。こちらはかつて漁業の基地となっていたのでしょうか、今倉庫として使われているのでしょうか。
こちらの通りにも昭和の中期を彷彿とさせるような味のある建物が並んでおります。現在は雨戸も閉ざされ、人が住んでいる気配は見受けられません。こちらのお宅も下の部分は倉庫として使われているのでしょうか。倉庫というよりももう廃棄物がもう打ち捨てられていますね。これ車ですね。この車の持ち主はどこへ行ってしまったのでしょうか。この家屋のトタンもだいぶ錆びついてますね。やはり運河沿いにあるということで潮風を浴びますのでね、結構トタンとか錆に弱いと思います。こんな隙間から運河に出ることもできます。ちょっと覗いてみましょう。はい、この先には何があるのでしょうか。船がずっと係留されておりますね。そして横を見ると自転車があります。この辺見ますとなんか生活感がありますよね。そしてこの目の前の白い物体なんですけれども、これ船なんですね。転覆した船がそのままの形で係留されています。こちら網定丸とありますね。屋形船でしょうか、それとも釣り船でしょうか。やはり今現在コロナの影響で営業はしていないのでしょうか。入り口見ますとね、ここ電球がありまして、これよくイカ釣りの夜の漁船とかについているやつですね。そしてそのすぐ隣に屋形船正義丸とあります。こちらは営業しているようですね。ただ現在やはりコロナの影響で平常のように営業しているかどうかは分かりません。これよく見ますとね、バーベキューとかね書いてあります。屋形船でバーベキューやるんでしょうかね。運河に係留されている漁船というのは結構数はありましたね。数えきれないくらいありました。ただもう漁船の体をなしていないような船もありました。このようにね、転覆したまんまの船っていうのはどうなんでしょうね。何か行政の方で指導というのはないのでしょうか。こちらの赤い家屋は穴子漁の基地ですね。基地というかね、穴子漁の用具を保管してある場所のようです。このプラスチック製の丸い筒が穴子の仕掛けですね。この筒が家屋の中にたくさん積んでありました。運河に沿ってコンクリート製の建物があります。これはかつて漁業の用具をしまっておく倉庫に使われたところだと思いますが、現在は車庫として使われているようです。かつてはここにね、網とかあるいは船のモーターとか油とかそういったものをしまっておいたのではないでしょうか。現在ではほとんどのスペースに車が置かれております。こちらに漁業協同組合があります。小安の穴子漁というのはやはり小安を代表する産業の一つということでしょう。こちらは橋の向こう側です。橋の向こうには大きな企業がたくさん並んでおります。こちらはすべて埋め立て地ですね。この埋め立て地には大企業が林立しております。しかしその橋のたもとを見ますと、ここにも時代を感じさせるものがあります。かつてのドックでしょうか、今は朽ち果てて使われることはありません。街中には料理屋さんもあります。こちらはお寿司屋さんでしょうか。まだ営業してないようですね。時間5時からとあります。コースがありまして2000円3000円コースとありますね。前もっての予約が必要なようです。一体どんなね料理が出るんでしょう。ちょっと楽しみですね。では橋を渡りまして対岸に行ってみましょう。対岸から見ますと小安の運河はこんな形に見えます。何艘もの船が係留され漁村の体を成しております。しかし運河を挟みましてその対岸にはこのような大きなビルが立ち並んでおります。運河の向こうとこちらとでは一時代いや二時代ぐらいの差があるのではないかと感じられます。この対岸の一角だけを切り取ってみますと昭和の40年代とかその時代の雰囲気がありますね。そしてこの情景もいつまで残されるのでしょうか。近い将来行政あるいは企業の手によって再開発ということも行われることがあるのでしょうか。時代とともに街の様子が変貌していくことはやむを得ないことだと思います。しかし横浜の中でこれだけ独特の雰囲気を持った小安の街、
この町はもうしばらくこのままで残ってもらいたいような気もいたします。今日は小安の運河の様子を見て歩きました。いつもよく通る首都高速の脇にこんな町があったんですね。今日は最後まで見ていただきありがとうございます。またよろしくお願いします。ではさようなら。